はい、こんにちは、レイです。今回は前回の銀レウスに続き、金レイヤーをやっていきたいと思います。闘技場クエストですね。武器は黒羽の銅で、弾は鉄鋼榴弾でやっていきましょう。最初は石ころを拾って気を引いて落石を当てていきます。うおー、気づくの早くない？ストイッ！落石当たる、よかった。ちっちゃいと当たんないんですよね。最初は起爆榴弾2個置いて、鉄鋼榴弾レベル2の速射を当てていきます。やっぱり足を止めて戦うとちょっと怖いですからね。最初に鉄鋼榴弾レベル2は使い切ってしまいましょう。何発かどっか行くんだけど、なんか棒眼ってあるあるですよね。覗いているスコープの先に飛ばずに、ちょっと変な補正がかかってそっちに飛んでいくことよくあると思います。金レイヤーの、なんだこのなんか、ねえ、斜め薙ぎ払いサマーソルトみたいなやつは、足元が安全なので、まあ前捨てをして中に入っちゃえば安全でしょう。金レイヤーは立ち位置が、向かって右側、金レイヤーから言うと左側が、個人的に安全だと思います。プレスを吐く順番が、レイヤーから向かって、前、右、左、という風に吐きますね。そして最後のブレスはたまにサマーソルトに変わったりと、まあバリエーションが豊富なので、一番最後の3発目を意識するために左斜め前に立つといいと思います。しかし鉄鋼弾便利ですね。金レイヤー硬いから本当にありがたい。属性弾でもやってみたんだけど、ちょっとダメージが通りにくかったので結局こうなっちゃいましたね。またスタンが多いからね、フルチャも維持しやすいっていうのもありますよね。今作から装衣もスロットの穴が開いて、まあ今作っていうかアイスボーンになってからスロットがついていいですよね。なんちゃらの装衣回にするとそれぞれの装備に穴が開きますね。ありがてえ。さすがに不動とかそこら辺になると穴がね、1スロが2個だったりするんだけど、今着てる対価の装備は2スロが2個、強すぎる。避けれない。ちょっともったいないな、これ。避けて、飛躍を飲みたい。フルチャー強いよな、本当に。プラス20だからな。生半かな。火力スキルを積むより、全然フルチャーが強い。けど、維持が難しい。調合して、起爆榴弾を壊しつつ、鉄鋼弾を当てます。まあ、やるこっちゃ変わらないですね。やべえ、せっかく話したのに話すことがなくなってしまった。おっと、それすっごい避けにくい。いやー、このモードかっこいい。なんかね、ちょっと特殊方向から胸が青白くなって、ブレスまで青白くなる。金レイヤーと銀レースだけの、ちょっとこれ、超かっこいいんだけど。技もかっこいいし、見た目もかっこいいし、文句なしだね。回避装填パーツ積んでるときは起爆榴弾一発残しておきたいですよね。起爆榴弾設置からステップステップでリロードできるのが本当に強い。かっこいいし強いし、いいわ。回避装填だいぶ長いけどそろそろかな。なんか体感なんだけど銀レウスより HP 多い気がするんだよね。いや多分同じだと思うんだけど、さっきやった時全部打ち切って捕獲できなかったから、そんなこともあるんだなーみたいな。今回は行ってくれよ。 OK、 よかった。今回は弾が足りました。というわけでおしまいです。ご視聴お疲れ様でした。まあなんだかんだいろいろ喋ってはみたけど、言いたいことは金レイヤー銀レースかっこいい。装備の詳細は後で載せておきます。まあ5分切れたからこれでいいでしょう。ご視聴お疲れ様でした。
もしこの動画いいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。